今朝は二宮先生、ラー先生がおられませんので、ちょっと緊張していろいろ発表させていただきましたが、もうすでにエネルギーを費やしてしまいまして今の検証に支えられましたが、今日はまあ、私ども今使徒行伝というものを学んでおりますので、まあ、その関係からですね、思いついたことなどを述べさせていただきたいと思っています。今朝の説教のタイトルは光を与えるということで、皆さんは何を思いつきますでしょうか。光の強さをですね、表す単位にルーメンという単位があるそうでございます。私もよく分かりませんけれども、光の束と訳すそうですが、そしてカンデラという単位もあって、これは高度、光の度合いということで表されます。私どもがよく使うのはですね、照度という言葉、照らす度合いというふうに書いてありまして、ルクスという単位が使われます。ルクスというのは光源からですね、発した光が照射対象の床とか壁に当たって、その全体の明るさをですね、表す数値化したものだと言われています。ルクスという言葉に似た発音のですね、人物はこう皆さん思い出すのは簡単かと思います。そうですね、ルカでございます。ですからルカは実は光を与えるという意味でございます。光の源はですね、言うまでもなくイエス様ですが、ルカはですね、床とか壁に当たった時の明るさ、すなわちその光をもらってですね、どのような明るさを示すか、これがルカの根本ではないかと思われます。ルカはですね、ルカによる福音書と使徒行伝、これは一つのストーリーを2つに分けたんじゃないかという説もあるそうですが、長さから言うと、ちょうど羊皮紙っていうんですか、その長さがちょうどいっぱいになってしまうというところで2つの書き物ではないかということで、いろいろ議論があったようでございます。コロサイ人の4章の14節にありますように、愛する医者ルカとデマストがあなた方によろしくと書いてあります。その意味でルカは医者であったと思われます。ところが伝説によりますと画家でもあったようでございまして、ルカはですね、お医者さんとか薬剤師さんとか、そして画家のですね、ヨーロッパではギルトっていうのがありますが、その組合ですね、それの守護聖人になっているというふうに言われています。そういうふうに考えますと、ルカはですね、ヨーロッパではですね、非常に親しまれた存在かと思います。日本でルカの名称を使用しているですね、有名な病院がございまして、聖ルカ国際病院でございます。私も以前は聖ルカってこう言ってたんですけども、よく調べてみるとセイルカっていうふうに言わなきゃいけないんですが、セイルカ病院の方が言いやすいんですが、セイルカ国際病院というのが正式な呼び方だそうでございます。もともと長老派のですね、教会の宣教師が院長をされて、健康者築地病院というのができたそうです。で、1901年にこの聖公会の宣教師がそれを買い取りまして、コロサイの4章の6節から取ってですね、聖ルカ病院と名付けたわけでございます。ですからもし聖公会の宣教師が買い取らなければ築地病院で終わっていたわけでございますが、いろいろな歴史を感じます。1992年にご存知のように新しい病棟が竣工しまして、全病棟がこう個室になったということを伺いました。これは日野原先生の影響で、
プライバシーを守ろうということで個室になったんですが、1994年にですね、ちょうど知り合いであるですね、YMCA の当時の YMCA の事務総長さんががんになりまして、がんの末期ということで聖路加病院に入院されていました。それで日野原先生が主治医だということで、私もお見舞いに行ったんですけれども、奥様がですね、日野原先生がホスピスという形ではなかったんですけれども、個室ですから、その終末期のですね、治療をされていたわけですが、奥様の話によりますと、日野原先生がずっとその方がですね、YMCA でどういう働きをしたか、どういう行いをされたのか、いろいろこう思い出話として話しながらですね、そろそろ最後の時が来てんだよということをですね、案に示してくださったということをおっしゃっていました。私どもは確かにですね、思いやりとか、また人のことを考えるという意味でですね、聖書ガイドで今期のテーマになっていますように、ルカが非常にこう思い出すわけでございますけれども、もともとルカが医者であるということを聞きましてですね、ちょっと私も医療関係だったもんですから、非常に興味を持って読んでおりました。でローマリンダの大学でもですね、このルカによる福音書には医学用語がたくさんこう使っているんだということを聞きまして、私も探したんですけども、どうも英語とか日本語ではそこ表現されていないようでございまして、ギリシャ語で何とか読みたいなと思いながらも、いまだに実現しておりませんけれどもね、できたらいつか読んでみたいと思っています。皆さんご存知のように、四福音書のですね、解説として次のように言われています。マタイ伝はイエスを真理の解説者である偉大な教師として、提示している。マルコ伝はイエスを行動の人として提示して、メシアであることを立証する神の力の表れとして奇跡を強調している。ルカ伝は人の必要と密接に関わり合ったイエスを描き、人間としてのイエスを強調し、人類の友としてのイエスを提示している。ヨハネはイエスを神の子として提示している、こういうふうにして四福音書が分析されております。これを見ますとですね、ルカの人柄、そしてまたイエス様の人、その人となりをですね、表す意味でルカが非常に心を砕いたということがわかります。ルカはシリアのアンテオケ出身と言われまして、ギリシャ語を話す裕福な家庭に育ったと言われています。シリアのアンテオケはパウロの生まれたキリキアのタウルソの近くということがわかります。アンテオケでは、今日の聖書ガイドで学びましたように、使徒行伝11章の26節にございます。このアンテオケで初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになったと書いてあります。すなわちアンテオケ出身のルカはまさにクリスチャンを表していたのではないでしょうか。ルカの教養とですね、落ち着いたこの性格がパウロの激しい性格とうまくいき、長い伝道旅行が続けられたのではないかと言われています。その意味でクリスチャンとしての品性を私たちは求めるわけでございますけれども、できればルカのように落ち着いて忍耐強い、クリスチャンになりたいと思うわけでございます。ラオデキア教会の近くにあるコロサイに対してパウロは手紙を送りました。コロサイ人への手紙の2章の11節から13節でございます。あなた方はまた彼にあって手によらない割礼、すなわちキリストの割礼を受けて、
肉の体を脱ぎ捨てたのである。あなた方はバプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に彼を死人の中からよみがえらせてたのである。あなた方は先には罪の中にあり、かつ肉の割礼がないままで死んでいたものであるが、神はあなた方をキリストと共に生かし、私たちの一切の罪を許してくださったとあります。私たちはですね、せっかく神様がそれほどの配慮をしてくださったにもかかわらずですね、自分の生まれ育ったといいますか、もともと持っている性質が時々頭をもたげます。悪い習慣からなかなか抜け出せないということもございます。最近、ココさんという人がYouTuber というんですか、おられるそうなんですけど、ココさんの YouTuber を最近友達から教えてもらったんですが、それを見ますと、渋谷でタバコを吸ってる人がいたら、プーさんという人と一緒に、ココさんとプーさんの2人の、いかつい男性ですけども、タバコ吸ってる人に言って、ここは吸っちゃいけませんよってこう言いに行くというのを YouTube で流してるんですね。そしたらちゃんと大きな渋谷のですね、渋谷区の大きな垂れ幕といいますかね、旗が置いてありまして、これは禁煙ですってこう書いてある。でその前に若者が吸ってるわけですよね。ですからココさんとプーさんはそこに行って、吸っちゃいけませんよってこう言うわけでございます。そうすると反応がすごいですね。ある人はすいません、もうすぐやめます。でそうするとね、ココさんっていう人は面白くてね、灰皿持ってますかって聞くんですね。いや持ってません。じゃあ捨てますよね、捨てますとか言ってですね、そこでポンと捨てていくんですね。でそうしたらココさん一生懸命こうちりとりでですね、吐き寄せてこう集めるわけですね。ところがある人のところでですね、吸っちゃいけませんよって言ったらですね、そしたらその言い方が気に食わないって言ってですね、逆ギレするんですね。そうやってですね、それも全部 YouTube に流れておりましてね、ああこういう反応するのかなと。悪いことをしていてもその人に言われたくないっていう気持ちがあるようで、それによって素直にですね、あそうですね、この条例を守れませんですいませんとこう言ってくれないんですね。言い方が悪い、悪いことは分かってるけどそういうふうな言われ方はしたくないとか、そんなことで約10分ぐらい議論してました。本当に人間というのは、なかなか難しいもんだなということを感じさせられました。私たちはですね、幸いバプテスマという制度がありまして、水に沈むことによってですね、新しくされるということが約束されています。コロサイ人の手紙の3章の1節から3節にありますように、パウロは新しい自分になるための秘訣を述べています。このようにあなた方はキリストと共によみがえらされたのであるから、上にあるものを求めなさい。そこでキリストが神の右に座しておられるのである。あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。あなた方はすでに死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。もう上を見なさい、上を見ていなさいって言うんですね。私たちは地上のことに目を注いでいるとですね、自分の悪い性格とか、または人の悪い性格とか、そういったものに気を取られてですね、本来私たちがなすべきことが見れなくなるというんです。そして私たち自身はどうなっているかっていうと、そのキリストと共に神の中に隠されているっていうんです。ですからこの地上で生きている限りはですね、私たちの古い体は神様のもとに隠されているというんですね。ですからわざわざ神様のもとに隠されているものを引っ張り出して、自分の性格をですね、この晒す必要はないんじゃないかと思いました。ホワイト夫人はこの聖句を解説しまして、レビュー・エンド・ヘラルドの1889年12月3日に次のように述べています。神を愛する魂は疑いの霧の上に出る。彼は明るく広く深い生きた経験を持ち、
クリスチャンらしく柔和になる。彼の魂は神に委ねられ、キリストと共に神のうちに隠される。彼は無視、罵りの言葉や侮辱の試練に耐えることができるであろう。なぜなら彼の救い主がこれらのすべての試練を受けておられるからである。彼は困難が彼を襲うときに苛立ったり落胆したりしないであろう。なぜならイエスは衰えず落胆もされなかったからである。真のクリスチャンは皆良い技の力や功績によってではなく、信仰を通して着せられたキリストの義によって強くなるであろう。人々の間を歩まれた時の天の君のように柔和で謙遜な心を持ち、心が清く汚れのないものとなるのは素晴らしいことである。なんとですね、私たちはどんなに修行をしようとですね、苦しい体験をしようと、それが乗り越えられたからといってですね、良いクリスチャンになるかというとそうではないというんですね。私たちはですね、ただ唯一イエス・キリストを仰ぎ見てですね、イエス・キリストに従う以外にその救いはないわけでございます。そして私たちはその神のうちに隠されているわけでございます。パウロはこう言っています。今日の読んでいただいた聖句でございますけれども、コロサイ人の手紙の4章の6節です。いつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさい。そうすれば一人一人に対してどう答えるべきか分かるであろう。まあ、先ほどの YouTuber ではありませんけれども、私たちはその人によってわざと正しいことを言ったとしてもですね、反発する人もいるということを学ばなければいけないのかもしれません。ホワイト夫人は原稿の95ページ、1906年で私たちの心も体もすべてキリストにあって変えられている、瞑想の文章を書いてありますが、ちょっと多く、その前からちょっと読ませていただきます。あなたがバプテスマを受けて水の墓から上がったとき、あなたは自分が死んだということを告白したのであり、あなたの命は変えられ、キリストと共に神のうちに隠されたということを宣言したのである。あなたは罪に死んだこと、そして遺伝的、後天的悪の性質から清められたと公言したのである。あなたはバプテスマを受けることによって罪に死んだ状態であることを神の前で自ら誓約した。それゆえあなたの口は清められた口のままであるべきであった。あなたの舌は変えられた舌のままであるべきであった。あなたの神の慈しみを語り、その聖なる皆を賛美すべきであった。このようにしてあなたの教会のために大きな助けとなり祝福となるはずであった。はずであったって書いてある以上、私たちはですね、その通りになっていない。バプテスマを受けた時ですね、私たちは死んでいるというんです。で、私たちは死んでいるものがですね、じゃあどうして生きているかというと、イエス・キリストにあって生きているわけでございます。そうすると、私たちがなす言葉、私たちが語る言葉、私たちが考える要素はキリストによって与えられているわけでございます。バプテスマを受けた時の感動や決心はいつの間にか忘れて、クリスチャンというより教会に来ている人というだけになってしまうことがございます。まあ、昨日ですけども、日刊現代、実際には一昨日でございますけども、日刊現代のデジタルニュースというのがあるそうですが、そこにですね、こういう話が載っておりました。スーパーのですね、男子店員の小さな親切が話題になったわけでございますけども、米国のルイジアナで起こりました。8月2日つい先日でございますけども、地方その地元のですね、ルイジアナ州の地元のテレビ局が発表したそうでございますが、ルイジアナ州の
バトンルージュっていうですね場所のスーパーですね、スーパーのラウジスマーケットというのがあったそうですが、そこでジョーダン・テイラーさんという人が20歳のジョーダン・テイラーさんが働いておりました。まあ、7月29日に店の冷蔵陳列棚にですねオレンジジュースのボトルをこう並べていました。まあ、その時ですね一人の少年がそのジョーダンさんの棚入れの作業をじっとこう見ていたわけでございます。とジョーダンさんはですねその少年に対してですね、このジュース飲みたいの、一本ご馳走しようかってこう語りかけました。そしたら彼はですね何の反応もしませんでした。でジョーダンさんはですねちょっと思いついて、もしかしたらジュースが欲しいんじゃなくてこう並べるのが面白いのかなと思って、僕と一緒に並べるかいとこう声をかけてみました。そうしたらその少年はですね満面の笑みを浮かべてですねうんってこううなずいたわけでございます。実はこの少年はですねジャック・ライアンさん17歳でございまして、一緒に来店した父親によりますと彼はですね極度の自閉症でございました。一人で外出することもできず父親がついてスーパーまでやってきたわけでございます。そしてそのジャック君はジョーダンさんに勧められまして喜んで棚詰めを始めたわけでございます。それを見た父親はですね衝撃を受けました。すぐスマホでですね写真を撮りました。そしてジャック君のお姉さんで特別支援学校の教師であるデラニーさんにその動画をフェイスブックで届けたわけでございます。デラニーさんはそれをフェイスブックで改めてアップしたわけでございますけれども、こういうふうに言っています。ジョーダンさん、まあ、その店員さんは弟を無視することもできました。適当な口実で手伝いを拒否することだってできたのに、弟に作業を手伝わせてくれ、私たち家族が一生忘れられないひとときをくださいました。他の人には何でもないことのように見えるかもしれません。でも動画で父が今奇跡が起きているぞとつぶやいているのが聞こえると思いますと書いてあります。まあ、投稿と同時にですねこのジョーダンさんが数学がすごく得意でですね、まあ、この店員さんですが将来、まあ、20歳のジョーダンさんは教師になりたいということを夢見ていることが分かりまして、その自閉症のジャック君のお姉さんであるデラニーさんはクラウドファンディングっていうのがあるそうですが、それにですね、ジョーダンさんのジョーダンさんの学校に来る資金を募りたいという発表をしたわけでございます。7月30日でございます。つい先日でございます。そうしましたら、Facebook の投稿が強い共感を呼んでですね、急に拡散されて、複数のメディアが取り上げたということもありましてですね、世界中から寄付が集まりました。8月8日現在ですね、3日前でございますが、12万2千ドルが集まりました。1360万円集まったそうでございます。そして、そのラウジスマーケットのですね経営者がそのフェイスブックでそのことを事件を知ってですね、ジャック君の家に連絡したそうです。よかったらジャック君をうちで働かせてみないか、最初は1日に1時間2時間でやってみるといい、楽しくやれそうなら続ければいいんだよと提案してくれたそうです。こうしてですねちょっとした思いつき、そしてちょっとした一声がそのジャック君の自閉症のその人に対して心を開くきっかけを作ることができました。
そしてまた家族もですね、共にそのジョーダンさんの学校の資金を集めてあげよう。そしてまた経営者の方もそのジャック君を一緒に働かせてみよう、そういった気持ちに発展していったわけでございます。まさにルカのようにその反射された光をですね、さらに反射し返して、そして私たちはですね、いつでも自分の思いではなくて神様のその思いがそこに反射されて人々に大きな光を与えることができるのではないかと思います。神様はいろいろな人を通してクリスチャンの姿を見せてくださいます。バプテスマを受けた私たちがキリストの姿に倣ってですね、さらにこの歩みを続けていきたいと思います。